埼京線は、東京都品川区の大崎駅から埼玉県大宮市の大宮駅までを結ぶ、総延長 36.9km の路線で、また、天の大崎からは東京臨海高速鉄道臨海線と、終点の大宮からは川越線に直通します。また、新宿駅からは相鉄線への直通電車も運転されています。各駅停車は毎時6分に系統が設定されており、まずは新宿大宮間の各駅停車。この各駅停車は毎時3本設定されており、相鉄線海老名からの各駅停車から接続を受けます。この各駅停車は終点大宮まで待機はありません。その代わり終点の大宮で快速川越行きに連絡します。埼京線ではパターンダイヤ時において後続列車を抜いたりすることはありません。お次はこちら、新宿武蔵浦和間の各駅停車です。こちらは途中日中の快速の通過する北赤羽、浮松など、北戸田の3駅の保管をするために運転されています。この各駅停車は、終点の武蔵浦和で武蔵浦和以北各駅停車になる快速川越行きに連絡します。この辺りの接続はしっかりとしていると言えそうです。ただし、快速が通勤快速になる夕方以降は途中戸田公園で通勤快速を待機するようになります。この通勤快速が抜く場合が唯一の例外です。しかしこの系統の戸田公園での停車時間はわずか1分。1分で待機を行います。京急もびっくりな短時間待機ですね。次は快速です。快速は臨海線の新木場から川越線の川越までを走り、途中通過駅は北赤羽、内幕など、北戸田、戸田のみです。そう、この埼京線快速は通過駅が4駅しかありません。これは、途中赤羽まで各駅停車であるにもかかわらず、武蔵浦和以北も各駅停車になっているためです。さらにその途中で戸田公園にも停車しているため、このような停車駅構造となっています。しかし、このような停車駅構造になっているのは埼京線だけではなく、JR 東日本東京管内では快速の設定されている路線のうち、南部線を除いた全路線がどこかしらから各駅停車になります。一例を挙げていくと、京浜東北線は田端からと品川からの各駅、京葉線は新浦安から先の各駅、東海道線は小田原から先が各駅に止まります。と、このように JR 東日本首都圏の快速は基本的にはどこかしらの駅から各駅に止まるので、ある意味では正常なのでしょうか。しかしそれでも通過駅4駅というのはひどすぎるなぁと少なからず思ってしまいますがね。さて、最後は通勤快速です。この通勤快速は新木場川越間を走行し、日中の快速が朝の上りと夜の下りが置き換わったものです。停車駅は新木場赤羽間の各駅と、武蔵浦和、大宮川越間の各駅です。こちらにも各駅停車区間はあるものの、戸田公園や中浦和なども通過するため、快速と比較するとかなりの速達性があります。そしてこの通勤快速は武蔵浦和で各駅停車大宮行きに連絡します。これを見る限り、夕方では新宿や池袋からの速達列車としての役割を担い、武蔵浦和で各駅停車に連絡することで、武蔵浦和以北の利用者も使え、有効本数が多くなっていると言えます。しかし、使える駅が多いということは、混雑に直結するということです。以前、夕方下りの通勤快速の動画を見たのですが、とても重量では足りないような乗車率でした。しかし、途中赤羽や大宮を利用する人たちは、同じ線路を走る湘南新宿ラインを使うと思われるので、その点ではうまく差別化できているのではないのでしょうか。ここからは直通先です。まずは臨海線。臨海線には大崎新木場間の区間列車が設定されており、区間列車は毎時4本設定されています。この4本と、埼京線直通の快速が毎時3本あるため、臨海線内は毎時7本確保されています。この各駅停車は基本的に接続がありません。しかし、上り大崎行きは終点の大崎で、快速川越行きに連絡します。さて、最後は2019年から始まった相鉄線直通です。こちらは毎時2本、30部間隔で運転されています。この相鉄線直通は新宿発着で、相鉄本線の終点、海老名までを走ります。しかし、ここからが若干ややこしくなってきます。日中時間帯では JR 線、相鉄線ともに各駅停車になりますが、新宿16時台発の電車からは相鉄線内が特急になります。相鉄線内を特急にすることで、相鉄線内での乗車列車を分散させています。
西屋で相鉄線横浜から北各駅停車海老名行きに連絡しています。以上、相鉄線直通でした。ここから名列車紹介です。一発目はこちら、埼京線内の短距離電車で、池袋始発の赤羽行きです。早朝帯にはこのような短距離電車が複数設定されています。こちらは新宿始発の快速です。日中の快速は全てが新木場始発ですが、早朝帯には一部新宿始発の快速も設定されています。お次はこちら、こちらは早朝と深夜に設定されている電車で、新宿始発の通勤快速です。新宿始発の通勤快速は朝に2本、夜に1本設定されていますが、これは新宿から川越方面へ車両を送り込むため、また快速の間隔が開きすぎないように設定されていると思われます。こちらも深夜便です。臨海線新木場始発の赤羽行きです。ちなみにこの電車赤羽までの終電ではなく、新木場を21時台に発車します。そのためこの確定はこの後赤羽始発新宿行きとなる電車の送り込みと思われます。ここからは上り電車です。まずはこちら、早朝にのみ設定されている差し扇始発です。これは差し扇に誘致線がある関係で、執行運用として設定されています。この電車は途中大宮までの始発としての役割を担います。こちらは早朝の差し扇始発の合間にある大宮始発ですが、行き先は池袋です。まだ早朝帯ということもあり、途中駅での待機はありません。こちらは相鉄線直通の電車の中では唯一の差し扇始発で、JR 線、相鉄線内ともに各駅停車となります。途中戸田公園で後続の通勤快速の待機を行います。臨海線内を走る電車にも名列車が存在し、それがこの東京テレポート始発です。こちらも早朝、深夜帯に多く設定されており、東京テレポートからの執行運用を兼ねていると言えます。ということで、ここまで埼京線、川越線、臨海線のダイヤを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか？日中には各駅停車と快速が運転されていますが、夕間帯になると通勤快速となったり、また、朝間帯には不規則なダイヤが多かったりと、時間帯で大きく変わるダイヤが特徴な路線でした。また、相鉄線への直通が始まってからはより一層朝間帯の名列車のレベルが上がり、より多くの場所から東京副都心圏へのアクセス性が向上していくでしょう。ということで、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。